はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。今日ですね、個人的に嬉しいニュースが一個飛び込んできまして、それがこちらの MLB ネットワークのジョン・モロシー記者のツイートの内容になるんですけれども、フェリックス・ヘルナンデスが今日アトランタ・ブレイブスとマイナー契約で合意しました。で、ご存知かは分かりませんけれども、私シアトルマリナーズファンで、まあ、ずっとフェルナンデスの、まあ、ピッチングっていうのは見てきたんですけれども、まあ、ついにですね、そのマリナーズ一筋、マイナー時代含めたら18年間マリナーズに在籍した大エースが、まあ、移籍とはなってしまったんですけれども、まあなんとか契約が決まってよかったなっていうのがちょっと率直な感想ですね。もちろんかつてはエースとして本当にこうマリナーズの中心選手であったんですけれども、まあ、近年はですね、まあ、なかなかこう思うような成績も残せてなくて、まあ、かつてはサイ・ヤング賞も受賞したピッチャーではあるんですけれども、まあ、その面影もないような状態だったので、まあ、今年どこからもオファーがなくて、もしかしたら引退っていうことにも正直なってしまうのかなとはちょっと思ってもいた部分はあるので、まあなんとかですね、こうブレイブスと契約が決まって、まあ、マイナー契約であるので、もちろんその、まあメジャー枠を勝ち取る必要はあるんですけれども、まあなんとかですね、契約が決まってよかったなというところですね。で、ブレイブスでは先発5番手争いにどうも加わるみたいですね。まあ、なのでこの動画ではマリナーズ時代のヘルナンデスの思い出もちょっと話しながら、最後にこうブレイブスで、いや彼に期待される役割っていうのを話していければなと思います。はい、でマリナーズ時代のヘルナンデスなんですけれども、まさにキングという、まあ、称号がふさわしいような本当に素晴らしいエースでした。2005年に19歳でメジャーデビューを果たしているんですけれども、まあその時もですね、もう19歳ながら本当にふてぶてしくてですね、本当に19歳なのかと思わず疑ってしまうようなピッチャーだったんですけれども、まあ、その19歳ながらですね、まあ本当にすごい100マイルに近いような剛速球で、まあ彼よりもずっと年上のバッターたちを本当に抑え込んできていたので、まあこれはすごいピッチャーが現れたなと正直思いましたね、当時は。まあ、ただそこから3年ぐらいはですね、まあなかなかこう、まあ周りの期待ほどの活躍はできなくてですね、まあちょっと周囲をね、こう、やきもきさせた部分はあったんですけれども、まあ2009年に一気にブレイクしまして、この年19勝、一気にエースの階段を駆け上がって、で、翌2010年にはサイ・ヤング賞も受賞して、で、さらに2012年には球団史上初の完全試合も達成して、本当にですね、2000年代後半から2010年代前半のマリナーズのエースに本当に彼は成長していきましたね。で、そういった派手な活躍にも加えまして、まあ8年連続200投球回ですとか、あとは8年連続2桁勝利ですとか、まあ本当にですね、ずっと先発ローテーションを守り続けて、まああの、先発投手の鏡のような存在でしたね。で、こういったスター選手っていうのは結構マリナーズから出ていく傾向に、まあある、どうしてもあるんですけれども、ただですね、あの、フェリックス・ヘルナンデスに関しては、本当にシアトルという街を愛してくれまして、で、まあ本当にここが、あの、自分のいたい場所なんだと言ってくれましたし、実際に2012年に7年総額1億7500万ドルで、まあ、マリナーズ残留も決めてくれたというところで、本当にシアトルの街から愛される、まあ、生え抜きのスーパースターっていう感じのピッチャーでしたね、彼は。ただ残念なことに彼もずっとエースではいられなかったっていうのがちょっと残念なところでしたね。まあ、こちらのグラフはですね、あのヘルナンデスの、まあ、平均球速を表しているものなんですけれども、まあ、彼はずっと、まあ、結構右肩下がりで球速は下がってはきていたんですけれども、まあ、それがですね、2014年、15年あたりから、まあ、かなり球速の低下が深刻化し始めました。で、特に近代の野球ですと、まあ、非常にピッチャーの、まあ、球速が高速化が進んでますので、まあ、なかなかこう90マイル台前半で、こう、まあ、今までのように抑えるのがちょっと難しくなってしまったと。で、さらにですね、まあ、あの、金属疲労による度重なる故障が彼は増えていってしまいましたね。まあ、かつてはですね、8年連続200投球回を達成するようなタフさもあったんですけれども、まあ、それも、まあ、あの、失われてしまったというところで、まあ、あの、本来の彼のパフォーマンスっていうのは全く、まあ、発揮できずに、こう、どんどん落ちていってしまいましたね。もちろん彼も今持っている力でなんとかこう、生き抜いていこうという姿勢は、あの、かなり見せてはいたんですけれども、まあなかなかそれも功を奏さずにですね、まあ結局、で、あの、かつての力っていうのは取り戻せずに、まあ、ここに、あの、今になってしまったっていうところですね。で、直近3年間の成績を見てもですね、まあ、全くこう、彼らしくないと言いますか、
まあ、かつてはサイヤング賞を取ったピッチャーとは本当に思えないような、こう、投球成績が並んでしまってますね。まあ、正直、ここ3年間に関しては、まあ、ヘルナンデスが投げる姿を見るのは本当に辛かったですね、ファンとしても。まあ、彼も何とかしようっていう、こう、姿勢は本当に見えてくるんですけれど、ただ全然こう結果に結びついてこなくてですね、まあ、なんかこうかつての全盛期を知っているファンとすると本当にこう、まあ、なんかこうもどかしい気持ちでいっぱいでしたし、ね、今年に関しては本当に1勝8敗、防御率 6.40 ですから、もうなんかもうなんとかしてほしい、誰かなんとかしてくれっていう感じだったんですけれども、まあ本当に苦しかったですね。もう本当に苦しい、痛々しい、まあいろいろな表現あると思うんですけれど、まあちょっとこう、ここ3年間は本当に辛かったですね。まあ彼も辛かったとは思うんですけれど。で、そういったことも踏まえますと、まあアトランタでの、まあヘルナンデスの立ち位置っていうのはかなり厳しいとは思うんですね。やっぱりもうかつてのエースとしての力はもう完全に失われてしまっていますので、まあなんとかですね、こうイニングを食いながらのらりくらりとベテランらしく投げるのが、まあ求められている役割なのかなとは思いますし、まあ彼もそうなるしかないとは思うんですね。まあなんとかスプリングトレーニングで結果を残して、まあ開幕ロースター入りさえ果たせば、もしかしたら、シアトル凱旋の可能性もあるんですね。5月末にブレイブスはシアトルに遠征の予定が入ってますので、そこまでになんとかロースター入ってくれないかなっていうのがちょっとファンとして期待しているところですかね。来年ヘルナンデスは34歳のシーズンを迎えるんですけれども、まだこの年で終わるような選手じゃないと正直信じてます。まだ信じてます。なのでまあもう言えることは一つだけですね。もう復活を待ってますというところで、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、皆様に MLB の話題を、まあ、ご紹介できたらいいなと思いますので、まあ、ぜひですね、チャンネル登録の方もしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。